はい、皆さんこんにちは、ロンガイです。ということで今回はね、怪盗キッド超究極をね、自分なりのおすすめ編成で攻略していきたいと思います。ということでまずね、クエストのコンセプトから話していくんですけども、上のクロスドクロを持った反射制限ですね、これを全処理するとボスの弱点が出現します。なんでまずは優先的に反射制限を処理するようにしてください。はい、こういう感じで弱点が出現します。なんで、この弱点をめがけて殴っていくんですけども、右にもね、記載してある通り、基本的に味方に当たってから敵を攻撃しましょう。このクエストの仕様上ね、味方に当たっていくと、攻撃力アップする仕組みとなっておりますので、必ず味方に当たってから敵の弱点を狙うようにしてください。で今ね、中央に光っている怪盗キッドがいると思うんですけども、この光っている怪盗キッドに攻撃すると反撃してきます。この反撃攻撃が地味に痛いので、ここの回避手段としましては、まず味方の友情コンボを発動してから敵を攻撃するとかなりいいかもしれませんね。第一ステージに関しては本当に回避手段があまりないので、第二ステージからちょっと解説していきます。はい、第2ステージも第1ステージ同様、反射制限から倒すようにしてください。そうするとね、反射制限以外の、トリート、怪盗キッドの弱点が出現します。今ね、右下になんかね、盾を持った雑魚がいると思うんですけども、ここですね、第1ステージと異なるのが、この、敵に触れてから攻撃すると防御力アップします。なんでね、基本的には、怪盗キッドか、反撃モードを繰り出したら、この敵に触れながら味方にも触れて怪盗キッドを攻撃すると効率的にね、ダメージが与えられるようになります。はい、こういう感じでね、機長がめちゃくちゃ強いですね。はい、長々と仕様を説明していったんですけども、ここから編成の紹介をしていきたいと思います。まず1手目の諸葛亮なんですけども、3手目のワンパン枠である久我悠真くんの SS の火力を安定させるために編成しております。代用ですと、バーソロミュー・ロバーツやアムリータがいます。基本的に弱点露出できて、久我悠真のターンまで弱点露出が継続していれば、どのキャラでもいいかなと。ギミック対応していれば、どのキャラでもいいかなと思います。続いて2点目のダウトなんですけども、この枠は正直何でもいいです。ちょっと今 SS ぶっ破したんですけども、ワンパンするときに弱点露出と久我悠真の SS さえあれば、ワンパンできるので、弱点強化する必要はないですね。なんで2手目に関しては、ダウトより高火力のキャラがいればそちら編成していただいても構いません。で、4手目の機長濃姫の方なんですけども、これに関してはスーパー高火力枠、かつ味方の火力も加速で底上げできるので編成しております。フレンドとかにいたらね、ぜひとも編成していただきたいですね。コナン君でも大丈夫です。ただ火力面だけで言ったら、多分機長の方がめちゃくちゃ高いと思うので、ぜひともね、機長を使ってみてください。はい。で、ここでね、諸葛亮のストライクショットを打って確実にボスに当てていってください。で、ここね、反射制限全部倒せなくても、内部的にもう弱点露出が行われているので、弱点出現した際にもうすでに弱点露出されている形となっておりますので、必ずここで打つようにしてください。で、あとね、ダウト。で、残りの反射制限倒して、久我悠真のストライクショットを打っていきます。で、久我悠真くんとね、諸葛亮、なんで話しているかと言いますと、もしね、諸葛亮で反射制限全部倒せなくて、久我悠真のターンになってしまったら、ちょっとね、積んでしまうので、ワンクッション置いています。はい。で、久我悠真くんの SS 打つ際も、必ずね、味方に当たるようにしてください。結構吹き飛ばしとかで、味方と重なる時がかなり多いと思うので、ワンパンに関しては、大丈夫かなと思います。もしね、ワープが気になるようでしたら、乙骨くんとか煉獄さんでもね、ワンパンというかゲージ飛ばしができるみたいなので、ぜひともね、使ってみてください。ということでね、以上怪盗キッド超級の攻略でした。終わります。バイバイ。